きゅうりのピーチャン漬け作っていきます。まずみりんを大さじ1入れて、醤油を、300cc 入れてます。ちょうどなくなった。 300cc 入れて、酢を入れていきます。塩米酢、大さじ3杯適当に入れます。1杯、2杯、3杯入れて、次は砂糖を、大さじ3杯入れていきます。適当、小さじなんで、これ大さじ3杯ぐらいだったかな。入れていきます。これで一応ベースの味ができました。きゅうりを乱切りしていきます。沸騰したお湯にきゅうりを入れていきます。沸騰する寸前に火を止めます。なので豚の爪を入れていきます。それと生姜も入れていきます。沸騰する寸前で止めます。湯切りします。きゅうりジップロックにきゅうりを入れていきます。ジップロックに先ほどのタレを入れていきます。これであとは一晩置くだけで完成です。一晩冷蔵庫に寝かせてました。こんな感じです。食べてみましょう。夏のいいねこれ。